はい。こんにちは。長田薫です、えー。今日は、イヤホン、イヤホンを久しぶりにお見せしようかなと思っています。えっ、ー、と、ただ、もう結構ね、イヤホンやってきてるんで、こと足りてる感はあるんだけれども、 家でちょっと時々まあ動画の編集の続きをやったりとか、まあ、あとは写真の編集をしたりとかも、まあ、音楽聴きながらやったりするんで、家用のね、やつです。で今回のは、えー、結構知っている方も多いんじゃないかなと思います。えー、ルーマニアのね、メーカーで、メーゼっていうブランドがあるわけです。ブランドとかメーカー。 まあ、メーカーであり、ブランドでありっていう感じですかね。そこのイヤホンですね。え、こういうのも入れてくれんだ。で、ちょうど今安くなってんのよ。あの、価格コムとかで調べると1万超えするんだけど、普通にオフィシャル、オフィシャルサイトで注文すると、だいぶね、今価格下がってるんで、そこを見てっていうのもありますね。さすがにね、家用のイヤホンにちょっと俺、 家で、こう映画とかをガチでこう楽しむっていうんだったら、しっかりとしたヘッドホンを用意しますが、昔もね、ここで、あの 10.、10.1チャンネルとかが聴けるやつとかも家にあったりするんだけども、もう、さすがにそこまでじゃないなっていうのもあって、で、いろいろ見てたら、今その1万超えのイヤホンが、今、5000円ちょっとぐらいになってんの。そう。っていうので、今回やるやつが、メゼの、 ええー、なんていうんだろうな、これ、イレブンデコイレブンデコっていうのかなっていうものですね。で、結構ね、いろいろ調べたんですよ。あの、あんまり音も詳しくないので、いろいろ調べたら、まあ、評価もかなり高いし、言ったらね、その、女性のプレゼントとかで使われることも多いみたい。そんな感じでね、結構その、デザイン的にも評価が高いみたいな感じなんですよ。で、 結構あの木とかがあの対応されてたりとかもしていてまあ実際にもう俺もねそのレビューもそうだしえー、なんだろうなその製品画像であったりとかそういうものを見ていいんじゃないのっていうふうにね思いましたということで普通に開けていきますよこんな感じだねあ、こういうのに入ってるんだねこういうのに入ってるよねそうだよね普通は入ってんだよなそこそこのイヤホンって 俺今までね、お見せしてきたやつってこういうケースはあるやつっていうのは少なかったけども。はい。開けると、こういう感じですね。で、これがイヤホンね。イヤホン本体。そして、こっちの方にポケットがあって、えー、イヤホンのこの大きさがえね。大きさがえのやつと、これ、なんで入ってんだ。ここにつけんのかな。これは、 これは何用 <laughs> これは何用で入っているのかなそっか。これにつけるやつか。はい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 。これで、まあいろんなとこつけておけるよという感じですね。あんまいらないけどな。俺 <laughs> こんなんいっちゃダメなのかなあんま俺はいるっていうふうに思わないですけど。で、本体ですよ。本体こんな感じのものですね。まあちょっとほどいちゃうとあれなんで、 あの、少しずつ見ていこうか。フラグの方がちょっと変わってるね。なんかガソリンスタンドの <laughs>。例ええダメかな。ガソリンスタンドのやつ。まあ、もうちょっとで、デュ、ーク白尺、うん、なんかそんな感じです。<laughs> 若干こうやって曲がってる感じなのね。へえ。で、ここはあれだね。イヤホンの分かれ目か。はい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 。そして、ここに、 ああ、なるほどね。そしてここにね、これが操作系ですね。操作系だけど、どこにどういう風にボタンがあるのかっていうのがちょっとわかんないな、これ。裏にも表にもね、ボタンっぽい感じになってなくて、これは慣れないといけないんじゃないか説明書もないし、ちょっとこれはどうなってるのかっていうのを触ってやんないといけないのかなそれとも、 なんだ一時、再生と一時停止だけなのかなちょっとそこはよくわかりませんが。コントローラーもついてると。で、あ、でもコントローラーもっていうか、これが多分マイクなんだろうな。ってことは通話用のものなのかなちょっとまだちょっとわかんないけど。で、ここだよね。ここよ。ここはね、こういう感じ。なかなか、まあ、 そうだね。こう、女性にプレゼントするっていうのは、まあわかるよね。この白系で、この木もね、結構綺麗だもんね。うん。で、これが1万超えか。1万超え。まあ元々の価格から輸入して、なんか、そこの販売店の利益とか <laughs> 入れちゃうと1万超えにしなきゃいけないのかもしれないけど、 これ1万超えだったら俺ちょっとあれだなと思いますね。今回あの、だから5000円ちょっとなんで、いいかなと思いますが。で、ブランド力もあるんだろうね。結構有名な方が立ち上げたブランドっていう風にも調べた結果色々出てきたんで、まあそういうことなんだろうなっていう風に思うんだけど、第一印象としてはね、まあ女性のプレゼントっていうのは頷ける感じがありますね。なかなか可愛いもんね。こういうケースが付いてるっていうのも。で、ほどいていきましょうか。なんか最初からこの絡まっちゃっ 絡ま、あれだな。俺のこの取り方が失敗したのかもわかんないけど、完全にね、<laughs> 絡めちゃった <laughs>。ここだな。こういうとこだな。結構あの、ソニーとかさ、そういうところとかっていうのは、もともと結構パッケージが大きくってさ、表面にこう見える、パッケージの見えるところにさ、このイヤホンとかヘッドホンのものがあって、そっから 後ろの方に伝って、みたいな感じになったりするから、割とさ、絡みにくい。ね、最初に撮った時にも、絡、絡まないような感じで、パッケージングされてたりするんだけど。はっは、来ました来ました。長いな、結構。こういう感じですね。へで、こうだよな。なかなか、ちょっと待ってね。俺今カメラには見せたけど、俺自分でまだ見てないんで、あれですが。なかなかいいですね。 そのか、触った感じもこう、金属だってわかるもんね。冷たさが残ってるんで、こうか。こういう感じだね。で、今回俺こうやってね、白を選んでるけども、まあもともと俺白だよ。白が好きだよっていう話をさ、ずっとしてるじゃないで、最近、あの、この、仕事と動画用にこうやって黒いバイオ Z であったりとか、 まあ、あとはネクサス 6P なんかも買ってますけど、これ結構それは久しぶりの、えー、黒系なんですよ。で、家でってなると、家のものがほとんど白なのね。で、家の PC も Mac とかだし、で、PC につなげようと思ってるんで、PC につなげて使おうと思ってるの、これは基本的にはね。まあ、あとは iPad Pro もあるけど、大概がこそ白系なんで、その場合はやっぱこれじゃないといけないんだよね、色的にはね。まあ、iPhone とかでも。 いいと思いますが、さっきのここの傾きってのがなんとなくわかるかなこのぐらいよ。えっとね、一番真横にするとこれぐらい傾いてますね。これぐらいの傾き。うん。だからモバイルで使うときにどうなのかなっていうのはちょっと思う。うん。俺これちょっとモバイルで使わないんで、あれですけど。 正直ね、こういう傾いてるものっていうのは、俺初めてなんで、L 字のものか、ストレートのものかっていうものしか使ったことがないんで、こういう傾きが、微妙な傾きついてるのが、どういう利点なのかっていうのが、ちょっと俺の中では測りかねるんだけども、イヤホン詳しい人はね、これの特性が、利点というかね、そういうものがわかるんだと思いますが、個人的には、どうなんだろうなと思いますね。実際に今こうやって端末、 端末をこう持ちながらやってるけども何がこれでいいのかっていうのがちょっとわからない部分があるんでなんだろうねポケットとかに入れるときはこうなるでしょうん。こういう傾きをつけることによってどうなるのか。もしくは例えばこう上向きのもの上向きのプレイヤーがあったときにストレートからこうやって曲がってくるとここにものすごい負担がかかるけど 最初から多少曲がってると、負担が抑えられるよっていうことなのかなそういうことかなうん。逆に L 字、L 字だと、なんだろう。あんまり良くないのかもしんない。このままポケットとかに入れると、今度は L 字だとここで、L 字だとさ、これがこうなるわけじゃん。ポケットとかに入れると、L 字のやつっていうのはこういう向きになっちゃうから、そうするとここにまた負担がかかるよってことかな だからこの縦でも L でもないこの向きにするということなのかしらそれで合ってるかなまあそれで合ってるのかどうかはちょっとコメントでね <laughs> あの指摘していただいてもし間違っていたらどういう理由でこういう向きになってるのかをねちょっとご教授ください。はい。ということでちょっと iPhone だけども音楽をね聞いてみようと思いますね。 はい。聞きました。なかなか音的にはいいですね。久しぶりに有線で音楽を聞いたんだけど、正直な話をするとね。やっぱ有線はね、改造感が全然違うなと。<laughs> で、あと、やっぱ高音、高音とか低音が結構いい感じに聞こえたかなっていうのもありますね。なんか艶がある感じに聞こえたかなという感じがします。で、今ね、 えー、ちょっとゲスの極み音名を流してるんですけど、えー、音漏れをね、確認していこうかなと思います。はい。で、今これ流しっぱです。で、これは、えー、普通に聞いていて周りの音が聞こえにくいぐらいの大きさ。で iPhone で言うと、えー、40%ぐらいの音の大きさです。はい。じゃあ、いくよ。 うん、多少ね漏れている感じはしなくもないはい、はい、こういう感じになりますえっと今ねこの聞いた感じは音はだいぶ満足しています で、デザインも満足してます。うん。5000円でこれだったらいいかなっていう感じがしますね。もちろん、あの、いろんなところで言われているように、まあ、プレゼントとしてあげるっていうのも、まあ、値段も手頃だし、この感じだったらいいなっていうふうに思いますが、なんかちょっとなんかこれが長生きもしなくもないんだよな。 うん、全体的にちょっと長みなっていう気もしなくもないところと、あとは、えー、最初にね、こう止めてあったものからほどいていった時に絡んでしまったのが若干のマイナスポイントかなっていう。あとは、こう長くね、こう使っていって、ただちょっと外で使うわけじゃないんで、もしかしたらね、あれかもしれないけど、ここの強度であったりとか、あとはこのー度の 汚れ方とかっていうのがどんな感じなのかなっていうのはちょっと使っていっていかないとわかんないところかなというふうに思います。全体的には満足いく感じです。はい。えー、ということで今回、メイゼンのね、えイレブンデコというイヤホンをお見せしました。さっきのこのね、プラグの 傾きのこと,であったりとか、えー、ちょっとねいろいろ知ってる方はコメント欄で、えー、教えてくれればなと思いますというわけでまた見てなバイバイ